恵比寿、恵比寿、うん、吉勝そっくりだけど、愛声だけ吉高由里子の女。の女、女、女ね。うんうん、声がいい方がいいんだ、じゃあ。なんかあの声。顔より。ああいう声の人とまだしたことないからね。なんか、いいんだよね。俺大好きなんだよね。あの喋りとか。ああいうの。だけで。体はもう、恵比寿さんでしょ？体、そっくりなのよ。ね、そっくりなんだよね。うん、いや、もう最高だよね。あの体で、あの声はね。もう体なんてどうだっていいんだから、もう。そういうの。声なんだ。声でしょ。でもよく男の人って、そういう聴覚とか、で、もう結構。視覚聴覚ってあるよね、視覚聴覚。ああ、確かに。声。ね。いい。声で結構行くことってあるでしょ。テレフォンセックスができる人がいるから。そうだ。テレフォンセックスがある。もう、テレフォンセックスがあるんだって。ああ、だからもう、ほら、全然いいでしょ。声。そうだね。うん。おいいね。いいでしょ。そういう人がいるかっていうか、うん。福岡県福岡市、ラジオネーム、トレハロス。最初は誰かわからないほどトイレットペーパーでぐるぐる巻きにされた状態で、時代劇のお色気シーンのようにトイレットペーパーを引っ張っていくと、だんだんと姿を表し出すが、目が回りすぎて結局ゲロを吐いてしまう手島優。ダメかやっぱり。そう、俺どんなやっぱ状況でも手島優だと多分なんもないと思うな。じゃそれをよく言うじゃん、うん、だからどうにか手島でも合格出したいと思ってチャレンジしてる。確かに俺もなんか手島でなんか立ちたい。手島に立ちたい。手島に立ってみたい。45度立ちたい。そうか、それを教えてほしいな。じゃそれやっぱチャレンジしてくるよ、うん、今回もダメダメだね、うん。